像でも映像でってでもいいですか、この風景。どうぞ。はい、では行ってみたいと思います。こんな夜にサングラスしてる怪しい男みたいな。はい、はい、行きます、よーい、はい。こんにちは、世界を楽園にする映画監督アーティスト松山玲奈です。なんと、今週の放送は、私あのドバイから、お届けしております。ただいまドバイで、王様と王族の皆様と一緒に、事業を、取り組まれて成功されていらっしゃいます、大谷幸男さんと一緒にですね、贅沢にも車の中でデートもしながら収録をさせていただいているという状況です。本日先ほどお伺いした話がめちゃくちゃ面白くて感動してしまいまして、で今中東の中で日本企業の影響力がちょっと減ってきてるぞっていう話だったんですけれども、どういう背景があるのかというようなことまで分析されてまして、私初めて目から鱗のお話でして、ぜひ皆さんと、共有したいなと思いました。まず大谷様の、自己紹介からお願いいたします。はい、おしゃべればいいの。はい、大谷幸男です。まあ、UAE に来て通算11年目になりますけど、かつてはドバイに住んでて、今はドバイからちょっと離れたラッセルカイマーという首長国に住んでいるもんです。まあ、仕事は一応、まあ、日本人対象にした企業支援、会社設立の支援、まあ、移住支援などを行っています。よろしくどうぞ。ありがとうございます。大谷さんは、この今は UAE の、なんというとこでしたか、ラッセルカイマー、ラッセルカイマーという、ええ、共和国にお住まいをされながら、移住支援をされているということでした。10年前からとおっしゃっていましたか。いや、通算10年で初めて来たのは2003年ですかね。はい、確かそこに、はい、8年近くいて、はい、一旦ちょっと個人的な理由で日本帰って、はい、また3年弱前に戻ってきた、はい、そんな形ですね。なるほど。このドバイの、ドバイ UAE の中で、その当時2003年頃から比べて、日本人とか、この日本企業の、数とか、そのあり方っていうのは変わってますか。いや、もう大きく変わりましたね。はい、私が初めて2003年に来た時には、まあ、今あるこのドバイ の, いわゆる有名な豪華絢爛な派手なビルもほとんどなかったし、はい、世界一高いと言われているバージカリファ、ブルジカリファっていうのもまだ、基礎を始めるぐらいの段階だったのかな。だからその下にある世界一大きいドバイモールっていうショッピングセンターもなかったような時代ですから、はい、で街中が、まあ、工事現場みたいな感じ で,、はい、でその工事現場にあるようによくこう塀ができてますよね、はい、そこに将来の完成図みたいな写真だか絵だかが貼ってあって、まあ、未来こうなりますみたいなのがあったような時代ですから、はい、でその時代には、まあ、建設ラッシュっていうこともあって、日本からも相当というか、まあ、ほぼゼネコン関係建設会社が出揃ってたっていう感じですね。鹿島や大林、清水建設等々が、はい、で当然そういう風な状況ですから、在ドバイ日本人も何千人、まあ、今現在公表されている数字が3000人なんですよね、領事館が、はい、ただ実際にはもうその倍ぐらいいるらしいんですけど、はい、在留届を出してない人が多いんで、はい、でもその20年近く前に建設会社が来た時、まあ、いわゆる駐在員の家族等々も含めるから、はい、まあ、7、8000人いたんじゃないのかな、ちょっと細かい数字は忘れましたけど、はい、まあ、それがドバイショックを経てみんな日本企業が縮小あるいは撤退しちゃったりして、はい、もうカタンと日本人の在留日本人も減って、はい、
まあ、2、3000人になったって感じですかね。7、8000人が2、3000人になったというか、もう半分以上、半分以下という、ね、3分の1、4分の1になっちゃったっていう感じですね、はい、なるほど。ドバイショックというのがこの2009年に11月に起こった、政府、ドバイ政府の、株価が暴落したということだったと、まあ、一言で言うと金融破綻です、はい、で結局ドバイ政府にその今までいろいろ建設ラッシュだったのが途中で頓挫しちゃったり中退したり、はい、でまあ、当然日系企業の方も支払いが滞ったりして、はい、でそこでアブダビ首長国の方から資金援助を受けて、はい、まあ、立ち直ったっていうのが現状ですかね。ですからさっきもお話しましたけど、はい、その世界一高いブルジカリファっていう塔も、はい、当初はブルジドバイっていうドバイ塔っていう名前だったはずが、はい、そのドバイショックの後に、はい、アブダビ首長国の大統領の名前を使ってブルジカリファっていう変わっちゃったんです。あ、ブルジカリファというのはアブダビのカリファ、ブルジっていうのは塔って意味ですから、はい、タワーって意味ですから、ね、はい、だから、まあ、ドバイタワーっていうのは、はい、カリファタワーになったっていう感じですね。で、カリファっていうのは、はい、そのアブダビの首長国の、はい、首長、王様の名前ですから、王族の名前ですから、王家の名前っていうのかな、はい、まあ、王権の中でも、この7つあるその UAE の首長国連邦の中でもアブダビがやはり一番トップということになるんでしょうか。まあ、領土的にもほとんどの領土を持っているのがアブダビ首長国で、はい、当然ながらその石油の埋蔵量 も、はい、もうトップというか、はい、うん、断然トップですね。ほとんどって言ってもいいぐらいじゃないですか。なるほど。そういったアブダビからの強力なサポートもありながら、ドバイショックから今こう経済的に、ドバイは大きく成長して、うん、そしてその当時2003年に大谷さんが、こちらに来られた頃にはまだ建設予想図が描かれてた時代だったと伺いましたけれども、うん、その予想図通りに実際に成功されているということなんですね。うん、ちょうど私がですから、はい、2003年に来て8年、2011年ぐらいまでいたんですけど、はい、で帰って、はい、それから、戻ってくる何年間の間が空いてて、まあ、その間、はい、まあ、行ったり来たりはしてたんですけどね、はい、でもその町の変貌ぶりっていうか、あれはもう本当に自分でもびっくりするぐらいに、はい、もうブルジカリファできてますし、はい、ドバイモールっていう世界長期モールもできてるし、はい、まあ、これから通りますけど、このシェイクザイドロードっていうこのメインのロードの、はい、両側にもう写真で皆さん見たことあると思いますけど、はい、豪華絢爛というか、まあ、奇抜というか、はい、ビルが立ち並んで摩天楼のようになってるのもできてたっていう、はい、じゃあそのまさに発展していく過程をご覧になってたんですね。で、その中で先ほどおっしゃってましたけれども、ドバイショックでこの、財政破綻をした中で、実際にはこの鉄道の工事に日本企業も関わっていたりとか、そのゼネコンも関わっていたけれども、うん、工事は着工したけれど支払いがなかったりとかいうことが滞ったりして、多くの4分の1もしくは3分の1ぐらいに日本企業の日本人が減ってしまったと。で、その後にこう入ってきたのが、韓国の企業が多かったということなんでしょうか。そうみたいというか、まあ、韓国は国挙げて国のサポートを持って進出してきましたから、はい、まあ、強いですよね。はい、携帯においてはサムソンだとか、はい、まあ、車だったらヒュンダイ車だとか、はい、まあ、もちろんゼネコン関係も、はい、どんどん進出してきて、はい、今まさにこちらの車が走っている中で、トヨタ車があったりとか、韓国車の、これは韓国車ですね。あ、そうですか。タクシーは、ね、タクシーも昔はトヨタがほとんどだったんですけど、はい、だいぶ韓国車が増えてますね。
なるほど。ヒュンダイ車とか、はい、あとキアとか、はい、あと何車なんかあったかな、はい、ましたけど、はい、そうなんですね、うん、いつの間にかこの、日本企業の、影響力が減ってきてるということなんですね。まあ、残念ながらね。で、まあ、今も携帯もほとんど、携帯はあの、はい、ね、あのまあ、なんていうか電波規制というかそのあれで、はい、結局海外に進出できないですから、はい、唯一ソニーがエリクソン社っていうのと組んでソニーエリクソンっていうのありますけど、はい、もう全く、はい、まああのね、スマホが出てきて、はい、アップルがね、はい、席巻しましたけど、はい、あとね、携帯はやっぱりサムソンとかが ほぼ主流になってますよね。日本の日本製っていうのがもうほとんどないような状況ですが、やはりもう品質と価格で追いついてないっていうことなんでしょうか。まあ、品質はそれもちろん日本のはいいんですけど、はい、逆に品質も遜色なく価格的に韓国製で、最近は中国製も出てきてますし、はい、いろいろ世界で問題、アメリカと喧嘩してるフェアウェイとかね、はい、こっちには来てますから、はい、残念ながら日本製品が徐々にこう影が薄れている、はい。